ジョシュア・ファリスは、アメリカ合衆国出身の男性元、フィギュアスケート選手。2013年世界ジュニア選手権優勝。2015年4大陸選手権2位、牛乳アレルギーである。6歳の誕生日に母に連れられて、スケートを始める。2006年のジュブナイルクラスを皮切りに、全米ジュニア選手権や全米選手権の各クラスで優勝。 2009年にノービスクラスで優勝し、アメリカナショナルチームに選出される。翌2009から2010シーズンから、ジュニアグランプリシリーズに参戦。2010から2011シーズンのジョンカリー記念で、初優勝し、ジュニアグランプリファイナル初出場を果たした。全米選手権は公式練習での4回転ジャンプの、転倒で外転筋を断裂。 しかし試合には出場し、SP13 位となった。FS の前日の1月29日、訪れたレストランで、牛乳アレルギーによるアナフィラキシーショックを起こし、救急救命室へ搬送された。午前3時まで病院に滞在する状況ながら、試合には出場した。FS では、すべてのジャンプで、マイナスの評価を受け、再開。 総合でも22人中21位という結果だった。また、二つ目の三回転アクセルの転倒により、飛骨の骨折とアキレス腱の損傷の怪我を負った。大会終了後、クリスティクラールとデーモンアレンにコーチを変更した。2011から2012シーズンは、ジュニアグランプリシリーズのバルティック杯及びタリン杯で優勝。 ジュニアグランプリファイナルでは SP で首位につけるも、プログラムを変更した FS で逆転され3位となる。世界ジュニア選手権でも FS で逆転を許してしまうが、初出場ながら銀メダルを獲得した。2012から2013シーズン、ジュニアグランプリシリーズのレイクプラシッド大会で4回転トーループを成功させ、2位に30点以上の大差をつけ優勝した。 続く、センシラブレッド杯でも優勝し、ジュニアグランプリファイナルでは、前年より順位を上げに残惨敗が続いていた、全米選手権では大きく、順位を上げ4位に入り表彰台に上った。世界ジュニア選手権では、SP、FS ともにパーソナルベストを更新し優勝。2013から2014シーズン、シニアクラスへ移行こう。 US インターナショナルクラシックでは3位。スケートカナダでは5位。ロステレコム杯は練習中に右足首を捻挫し危険した。全米選手権では2年連続でピューターメダルを獲得。2014から2015シーズン、右足首の怪我の影響で中国杯を欠場。全米選手権では銅メダルを獲得し、初の世界選手権代表に選出された。 4大陸選手権では、パーソナルベストを30点以上更新し、銀メダルを獲得した。2015から2016シーズン、7月中旬の練習中に4回転倒ループで激しく転倒し、首の後ろ部分が、ムチ打ちのような状態になり脳震盪を引き起こした。そこから練習を再開して、すぐに、再び脳震盪があり、 車に乗車する際に頭をぶつけ再び症状が起こった。3週間の間に3度の脳震盪を経験し、グランプリシリーズは2000ともに出場を辞退した。2016年7月1日、健康を優先するために競技からの引退を発表した。2017年2月に現役復帰への移行を表明し、2017年 NHK 杯へのエントリーも決定した。 しかしながら、三度の脳震盪から引き起こされた脳損傷により、2017から2018シーズン中の復帰には至らなかった。ありがとうございます。